新しいカメラを買って、新しいレンズを買って、はい、パソコンは昔のままっていうのはちょっとおかしいなと思って、うん、パソコンも買いました。買いましたけど、カメラのことばっかり喋りすぎてパソコンのレビューがちゃんとできてなかったんで、パソコン変わると何が変わるか、めちゃくちゃ変わったんですけど、はい、パソコン変わると何が変わるかをお伝えしたいと思います。まずですね、写真館で知らず知らずに使ってたこちらのモデル、2009年の 2.3GHz 8 コア、はい、コア i7、 2019年ですよ。4年前のやつを普通に今まで使ってて、はい、まあ、何回も修理出してます。このサンダーボルトが4口ある MacBook Pro はすごい壊れますね、ボートがね。はい、でこれが、谷口さんがお持ちの、はい、2020年のM1 Mac ですね。そして最近購入しているのが MacBook Pro です。あっちは、はい、MacBook Air の M2 2022年モデル。これで動画ワンジャっていうのを富士の XH2S、はい、1600万画素、早いいうのと、α7R5 の6000万画素、はい、をインプットしたとき、テザー撮影でインプットしたときに、どのぐらいのプレビューの速さが変わるかを検証したいと思うんですけど、これなんでかっていうと、はい、特に人物撮影とかってバーッと撮ってすぐプレビューしてまた次の撮影インターバルがあるじゃないですか、はい、その時にプレビューがゆっくりだと待ち時間あるんですよ、謎のこうそれってちょっと辛いなと思って、はい、自分たちのために検証するんですが、まあ、その検証をせっかくするので、もし MacBook 買おうかなって思ってらっしゃる方がいたら参考にしていただければと思います。何度もお伝えしますが、これはマシンの優劣を決めたいんじゃなくて、自分に合うカメラを探す旅です。はい、はい、なのでいろんなカメラ、いろんなパソコン試してこれだっていうものを自分が見つけたいがゆえに、こうやっていろいろチェックしてますし、作った方が、富士を作ってる方々、ソニーを作ってる方々、キャノンを作ってる方が全然違う考え方ですよね。AI のアルゴリズムもレンズもボディもこのデータ転送だって MacBook だってそうです。そういういろんな知恵に触れながら写真を撮るって一個楽しみが増えるじゃないですか。俺が俺がっていうんじゃなくて、対話です。カメラ、機材とも対話、機材を作ってる人とも対話、撮る人とも写真を見せる人とも対話、そういう対話の中で写真をやっていく面白さっていうのが僕は楽しいので、今回はこういう実験をさせていただきます。で今日のルールはですね、谷口さんが前後に動きます。それでもう一回 H2S のフォーカス精度を試したい、また信じたい。あ、お願いします、ちょっと待って、ね、っていうのと同時に、どれぐらいですかね、何ショット撮ればいいですかね、30ショット、20ショットぐらい撮ります。20ショットって誰が数えるの、まあいいか、数えます、僕が数えながら撮ります。でその20ショットのプレビューが終わるまでにどのぐらい時間がかかるか。で今回もですね、皆さんからのご意見をもとに、まず撮影セッティングが感度1600まで上げてます。で開放 2.8 のシャッタースピード660なんで、パッと結構かかるよね、1枚で。はい、やる気あるんでしょうか。皆さん大好きなブーストモード、ちゃんとパフォーマンスブーストになっております。瞳フォーカスオン AF のですねカスタム設定で、こちら急加速急減速する被写体向けモード、これね、これでもう文句ないでしょ、これでダメだろダメだよというところでいきたいと思います。じゃあいきます、よーいスタート。
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 はい、で、こっちのプレビューがまだやってます、まだやってます。読み込みはしてるんですよね。あ、結構かかるね。まだかかる。これがフルになったら止めますよ。結構だね。今20枚でしょ。うん、来るぞ。はい、いいよいいよ。あ、ちょっとあれですね、サービスしちゃいましたね。でも43秒70、これはね、ちょっと1個、富士ってテザー撮影の点数遅いんですよ、他のカメラと比べると、キャノンとソニーと比べるとですね。はい、これが2019年の MacBook Pro さんでした。ありがとうございます。そしてお次はですね、あ、ちょっと待って、ピントの精度来てるよ。あ、これ来てる。ちょっと間でやっぱり抑えきれてないところがありますね。まあまあ来てる、まあまあ来てるけど、お、来てる。あの、走ってって溜めるとこあるじゃないですか、あそこは来てますね。移動の間はちょっと取れたり取れなかったりっていう感じで、じゃあ次の第2回戦行ってみたいと思います。じゃあ待ってください、M1Mac 2020年の行ってみたいと思います。よーい、スタート。2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20、はい。おっ、そう、ここですね、最後のコテッと割るところまで全然早いですね。おっつわ、はい、ま、はい、OK、 半分っすよ。うん、何だったん2019年で、今年までやってた俺たち。うん、惜しいね。2枚に1枚は外れてる感じですかね。奥に行けばまあまあ合ってます。こう外れてる、外れてる、外れてる、合ってる。うん、踏みとどまったところは抑えられてる感じですね。待望の M2Mac 行ってみたいと思います。あ、ちなみにですね、このテストやるときは皆さんライブラリーからアプリケーションサポートに入ってキャプチャー1の中のバッジを全部消してからやった方が早いです。はい、じゃあ行ってみたいと思います。 M2Mac いいですか、よーい、スタート。3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20、はい、あ、やべ、あれ？あれ？あれ？さっき 20?22 です。あれ？ちょっと待って。はい、あれ？あれ？あれ？遅いんだけど、5秒も。え、どうして？もういいですね、富士のフォーカスのことに。え、どうして？次はソニー行ってみたいと思います。仮にソニーを2019年の Mac に入れて、今度こっちね、撮影データは同じです。そしてローデータをローの圧縮ロー、非圧縮ローで行ってみましょう。コンティニュアス、顔認識、はい、マニュアル行ってみたいと思います。もうこの時点で遅い、やばい。行きます、ギリギリまで来てくださいね。よーい、スタート。ごめん、マイス分かんなくなったけど行ってみよう。意外と20枚してたみたいですね。お、早いぞ。あれ、なんだこれは。はい、32秒。え、26、ええ、さっき46秒だったやつだよね、はい、で、それは2600万画素なんですよ。で、6000万画素送り込んで、なんで早くなった。これがソニーのすごいところなんですよね、ローデータの圧縮転送。あとは多分キャプチャー1とソニー仲いいんじゃないですかね。だからちゃんとそこのデータ交換ができてるということですね。こちらのピントも見ていきたいと思います。まあ富士よりいいけど、近距離になるとやはり追いつけない印象ですね。笑顔がいいですね、はい、じゃあ次 M1MacBook Pro。 マジか、 M1MacBook Pro が一番早いのか。じゃあ M2MacBook Pro にすればよかったね。あー、しまった。 M2Mac 見たいと思います。はい、よーい、スタート。
20な気がする。おーっと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 、あ、19倍なんだ。あれさっき何で買ったっけ。32と14。そりゃ全然違うね。やはりちょっと M1 マック気になりますね。これ入れましょう。 M1 と R5 いってみたいと思います。いきますよ。近くに来ちゃっていいですからね。よいスタート。はい、え、多分え、え、こっち何秒だっけ。あ、8。うん、あれ。え、もうよくわかんないけど同じぐらいになっちゃったってこと。ソニーになったら何なんでしょうね。ピントはですね、一回どっかで溜まったなっていう感じしたんですけど、うん、でもこの真ん中のあたりが弱いですよね。あ、手にいってるんだ。どうしようかなって迷ってる感じがしました。はい、ありがとうございます。ちょっとさ、最後にあのキャノンでやらせてくれ。僕キャノン好きなの。最近キャノン好きようになってきた。どういうところがキャノン好きように早いし、うん、とにかく早い。せっかちさんにはさ、ちょうどいいんすよ。ずっと愛用されてたんですよね、キャノン。そうそうそう、あの大学生で仕事してた時はキャノンでしたね。その時にはキャノンしかなかったんですよ、世の中に。ちゃんと使えるカメラが感度1600のシャッタースピードが640分の1、かつ開放 2.8、 640分の1。なかなかこれはまた何かが起きそうな予感です。よし、行きましょう。よい、スタート。よし、分かった。1回ですね。より早い。キャノンの方が。あ、これやってないんだっけ。この時外しちゃったんだね。でも1回外しただけでその以降は取られてましたね。全然なんか数値的なことがよく分かんなくなってきました。はい、じゃあ次は M2 Mac かけるキャノン、よし、撮りたいと思います。はい、よーい、スタート。これ何秒だったっけ。あれ、なんか新しい Mac が早いっていうことじゃない。もうこんがらがってきましたが、カメラで言うと富士よりもソニーの方が早い、ソニーよりもキャノンの方が早いってことですね。ただ画素数が違いますので、ソニーが一番早い可能性。ソニーの解像度、予想外の展開に後で編集するの大変だなと思ってます。こちらですね、ソニーはロスレス S というのがいきます。これをすると1500万画素型のって、これだと早すぎてしまうんで、これですね、これ2000万画素ぐらいだったと思うんですけど、これでいきましょう。 M2 Mac ソニーのロー M、 よーい、スタート。これ関係ないんだ。むしろ遅くなった。むしろ遅くなったよね。遅くなりました。これ21秒だった？はい。ウェイ？もうみんな混乱してきてるね、今ね。もう何が何だかよくわからない。変えた方が遅くなった。圧縮してるから。はい、じゃあ今度はソニーのローミディアムを、M1 Mac に流していきます。 M1 MacBook Pro いきます。はい、よい、スタート。うん、お、早いね。はい、
もう何かと M1 Mac はいいじゃんと。M1 MacBook Pro、 M1 MacBook Pro ってもうカタログ落ちしてんじゃないですかね。はい、ようやくできました。いろいろすっきりしました。おじさん、後でちょっと表にまとめていただくとして、カメラ側のローの転送スピードがあるということ。結局でもキヤノンが一番早かったんですね。富士ソニー、キヤノンの順で速くなります。まあ、キヤノンが一番早いです。で、 MacBook に関しては、 MacBookM1 Pro の方が M2 よりも早かったですね。いろいろこれよりこれの方が早いってことはなかったよね。なので M1 Pro、 プロの方がプロなんだね。で、この2020年から2019年、2019年が一番ゆっくり、まあそりゃそうだよ、インテル Mac だからね。皆さん MacBook M2 よりもM1 MacBook Pro 買った方が早いっちゃ早い。そしてカメラはローデータのサイズに問わずデータ転送が早いのはキヤノンってことですね。速さっていうと全部キヤノンだね。評価書ちょっと若干一瞬挙動が良くないとこありましたね。ソニーは安定してましたね、フォーカスの挙動。富士は2枚に1枚ぐらいっていう感じで、したということで、非常に有意義な結果と有意義な結果を得ることができました。もうこれでどれかなどれかなっていうのがだんだんなくなってきましたね。はい、はい、これには後日談がありまして、早速昨日収録で今日で MacBook 返品しようと思って Apple Store に行ってきました。 Apple Store の方と、もうこういう検証結果になったんですけど、なんでなんですかねって話してたら、なんでなんですかねっていう話になって、結局何も分からず返品交換、 MacBook Pro の M2 の13インチ、8コア CPU、 10コア GPU に変えようと思ったんですけど、ただ予約して行って、なんでなんですかねって言って帰ってきました。ということで、もう1ヶ月この M2 MacBook Air をとちゃんと使ってですね、確認したいと思います。もしかしたらキャプチャー1の問題かもしれませんし、ちょっと分かんないですね。ということで、本日からクリスマスセールということで、オンラインストアでですね、またこの時限定の、YouTube 写真集を3割引きとかで販売するそうです。あとこちらのここでしか買えないうまくなっちゃう何のこと、写真何のこととか、撮った日が記念日とか、撮影ノートはもう版元にないんですって。どうするんですかねこれ、という話もあったりもなんなりで、ワークショップは割引になりませんが、1月からポートレートのワークショップと、作品を作るワークショップと、写真家への道のワークショップと、大丈夫なのこんなにやってっていうぐらいワークショップ始まります。新しい年に新しい気持ちで新しい挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで、またこの MacBook 検証続くかと思います。